ファイトクラブは1999年制作のアメリカ映画。日本では1999年12月11日に20世紀フォックス配給により日比谷映画ほか全国東方洋画系にて公開された。チャック・パラニュークの同名小説の映画化。物語は僕の視点で進行し、随所に僕のモノローグが挿入される。大手自動車会社に勤務し、 全米を飛び回って、リコールの調査を担当する、僕は、不眠症に悩んでいた。高級コンドミニアムの自宅には、イケアのデザイン家具、職人手作りの食器、カルバンクラインやアルマーニの高級ブランド衣類などを、買い揃え、物質的には何、不自由ない生活を送っているものの、症状が改善しないまま半年が経過している。僕が精神科の医者に苦しみを訴えると、医者は、 世の中にはもっと大きな苦しみがあると言い,い、抗がんがん患者の集いを紹介される。そこで、僕はボブをはじめとした抗がんを失った男の悲痛な告白を聞き、慰めの言葉に感極まって、彼らと共に涙を流す。すると、その夜は驚くほど深い眠りにつくことができた。これが癖になった。僕は黙っていれば誰も疑わないことに味をしめ、 末期がん患者や結核患者などの自助グループに偽の患者として通うようになる。ある日、抗がんがん患者の集いに再び参加していると明らかに女性であるマーラシンガーが現れる。僕は様々な自助グループでマーラを見かけるようになると彼女という異物が存在することで泣けなくなり、再び不眠症に陥ってしまう。娯楽目的のマーラを排除しようとする僕だが、 自らも偽の患者であるために、目論みは失敗し、お互いの参加する自助グループを分けて遭遇しないことで妥協する。出張続きの日々を送る。僕は飛行機の機内で石鹸の行商人、タイラー・ダーデントで会う。自分と同じアタッシュケースを持ち、本気になれば家にあるものでどんな爆弾も作れると語る彼に、好感を抱く。僕が出張から帰ってくると、自宅では、 爆発事故が起きていた。コンドミニアムの外には自宅にあったものが無残な姿で飛び散っており、買い揃えた家具もブランド衣服もすべて失ってしまう。出張用の荷物が詰まったスーツケースはトラブルで警察に送られたため、僕の手元にはッシュケース一つとマーラとタイラーの連絡先だけが残っていた。僕はタイラーに助けを求め、バーで酒を組み交わすことになる。タイラーは 僕とは、正反対の性格で、ユーモア溢れる危険な男だった。タイラーは、僕を自宅に止めることを快楽するが、代わりに、力いっぱい俺を殴ってくれと頼んでくる。二人は駐車場でふざけ合いながらも本気で殴り合った。あと、廃墟としか思えない邸宅で、共同生活を始める。二人は駐車場での殴り合いをたびたび行うようになり、いつしか、 それを見ていた酔っ払いも殴り合いに参加し始めた。僕にとって殴り合いは新たな心の癒しとなり、あざだらけの顔で会社に通うことも一切気にならず、むしろ殴り合いが行われる土曜日の夜が待ち遠しくて仕方なかった。やがて殴り合いの場はバーの地下室へと移り、大勢の男たちが集まって一対一のファイトを行う秘密の集まりへと変化する。集まりは ファイトクラブと名付けられ、いくつかのルールが設定された。その中でも、最も重要なルールが、ファイトクラブのことを口外しないことだった。ファイトクラブでは強さこそが全てであり、社会では役立たずな男であっても、ファイトクラブでは、自分より、大柄な男を殴り倒し、輝くことができた。僕とタイラーにとって、ファイトクラブが生活の一部になっていたある日、僕が、 自助グループから姿を消したことに気づいたマーラから電話がかかってくる。僕は睡眠薬を大量に飲んだというマーラの長話を嫌い、受話器を放置して外出してしまうが、翌朝になると邸宅にはマーラの姿があった。僕がマーラになぜここにいるのかと尋ねると彼女は僕を避難して去っていく。入れ替わりに現れたタイラー曰く受話器から マーラの声が聞こえたので応答し、彼女を自宅から連れてきて肉体関係を持ったのだという。これをきっかけにタイラーは誰にも俺のことを話すなと僕に約束させ、それからしばらく僕はタイラーとマーラの激しい性行為の音に悩まされるようになる。その頃警察からの連絡を受けた僕は自宅の爆発が事故ではなく誰かの 自家製爆弾によって起こったことを知らされる。タイラー主導で高級送信クリニックのゴミ捨て場から捨てられた人間の死亡を盗み、その死亡で作った石鹸を二人がデパートに下ろし始めた頃、僕は偶然ボブと再会する。話をすると彼も自助グループを抜けてファイトクラブに通っており、火曜日と木曜日に参加しているという。そんなある日、 タイラーが増え続ける参加者に対して、ルールの徹底を呼びかけていると、真上のバーのオーナーが現れて、撤収を要求してくる。タイラーはオーナーを挑発して、無防備に殴られ続けた後、彼に覆いかぶさって、顔からの流血を浴びせ始める。タイラーの狂気的な行動に恐怖したオーナーは、地下室の使用を許可して去っていった。タイラーは、ファイトクラブの参加者に対して、 昼の間に見知らぬ誰かに喧嘩を打ってわざと負けるという宿題を出す。おのおのが工夫して宿題をこなす中、僕は上司に会社のリコール学士を見過ごす代わりに待遇を改善しろと脅しをかけていた。上司が断り警備員を呼び出すと、僕は怯える演技をしながら自分を思い切り殴っては派手に吹っ飛び躊躇せずテーブルや棚に体をぶつけていく。 駆けつけた警備員からすれば、僕がひどい暴行を受けたようにしか見えず、僕は訴訟を恐れた会社から在宅勤務の権利や年収相当の小切手を手に入れる。タイラーの宿題は継続して出され、様々な迷惑行為が街中で行われていた。ある日、タイラーとの関係が続いているマーラに話しかけてみるが、どうにも会話が噛み合わず、機嫌を損ねてしまう。 一方でタイラーは独自にある計画を立てており、参加者の中から忍耐力の強い者を選別して、邸宅の地下に招き入れていく。スペースモンキーと名付けられた彼らは黒一色の衣服を身にまとい、軍隊同然の規律でもって、邸宅で暮らし始めるが、その目的が僕に明かされることはなかった。やがてある破壊活動がニュース番組で報道されると、それが、 タイラーの発案した騒乱計画であると発覚する。騒乱計画には何も質問しないというルールがあり、僕が騒乱計画の具体的な内容を知ることはできなかった。警察は早々にファイトクラブの犯行であることを見抜いていたが、対策を発表する会見の直前にタイラーとスペースモンキーが所長を脅し、捜査は中止されてしまう。何も知らされない。 僕は、疎外感を抱き、移動中の車内で、運転席に座るタイラーと口論になる。口論の末、タイラーは、僕の自宅を爆破した犯人が自分であることを明かし、流れに身を任せろと言い放つ。車で誰もハンドルを握らない状態で走り続け、間もなく前方の車に激突して派手な事故を起こした。僕が目を覚ますとタイラーは姿を消しており、 邸宅内はスペースモンキーで溢れ返っていた。喪失感から焼け酒をする僕の前にマーラが現れるが、タイラーはいないという僕の言葉にひどくショックを受けた様子で帰っていく。直後、警官によって撃たれたメンバーが帰ってくる。一人は足を撃たれており、もう一人ことボブは頭を撃たれて即死だった。自分たちには名前がないとまるで物のように、 ボブを埋葬しようとするメンバーに対し、激怒した、僕は、彼には、名前がある、と主張する。すると、メンバーの一人が、死んだメンバーは名前を持つと新たなルールを周知させるように発言し、口々に、ボブの本名を復唱し始める。スペースモンキーの言動に参った、僕はタイラーを探し出すことを決め、彼の部屋で見つけた使用済み航空券を頼りに、彼の足取りをどって、 全米をめぐる。降り立つ街にはすべてタイラーが作ったファイトクラブがあり、しかも僕はその場所に迷わずたどり着くことができた。そしてある店を訪れた時、僕は見知らぬ店主から突然話しかけられる。店主は僕が先週も訪ねてきたと言い、覚えがない。僕が僕を誰だと思ってると尋ねとあなたはダーデンサンデスと返答してきた。慌てて、 滞在先のホテルに戻った僕がマーラに電話をかけると彼女は僕のことをタイラーと呼んで電話を切ってしまう。呆然とする僕の前にタイラーが現れ僕自身がタイラーであることを気づかせる。僕にとってタイラーは理想のすべてが詰まった存在であり自分を変えるために生み出したもう一つの人格だった。出会う以前にタイラーが送っていた生活は 僕が不眠症で眠れない夜中に行っていたもので、タイラーとの掛け合いも殴り合いも、すべて、僕の一人芝居だった。事情を知りすぎたマーラを排除するとタイラーが告げると、それを拒絶した、僕は、気を失う。目を覚ました、僕が急いで邸宅に戻ると、スペースモンキーは忽然と姿を消していた。残された証拠から、 騒乱計画の最終目的が、クレジットカード会社など資本主義に大きく関係する、企業ビルを爆破することであると気づいた、僕は、マーラを探し出して、命が狙われていると警告する。なんとか、マーラを説得した、僕は、警察へ自首するが、応対した刑事は、騒乱計画のメンバーであり、邪魔する者は、タイラー本人であろうと排除しろという命令に従い、襲ってくる。 毎一発のところで銃を奪い取って警察から逃れた、僕は爆破を阻止するため夜の街中を駆け抜ける。僕は無事に爆破対象のビルへとたどり着き、地下駐車場で爆弾を発見する。再び現れたタイラーに妨害されながらも、彼の記憶をたどって起爆装置の解除に成功するが、物理的な抵抗によって意識を失ってしまう。 意識が戻るとそこは建設途中のビルの高層階で僕はタイラーに銃を突きつけられていた。地上でマーラがスペースモンキーに捕まり連れて来られる様子を目撃した僕は彼女を助けるためタイラーを否定することで彼を消し去ろうとするがやがてタイラーが銃を持っているということは僕が銃を持っているということだと思い至る。気づけば銃は僕の手に握られており、 僕が自らの校内に銃を突っ込んで発砲すると、タイラーは倒れて姿を見せなくなる。弾丸は顎の付け根の方を通ったため、重傷ではあったが、致命傷にはならなかった。スペースモンキーに連れて来られたマーラと再会した。僕がもう大丈夫だと告げていると、ビルの外で爆破が始まる。二人は手をつなぎ、高層ビルが次々と崩壊する様をただ見つめていた。 本作は小説、映画とも主人公の一人称視点で進行するが、主人公の名前は終盤まで明らかにされない。作品の映画版のクレジットでは、ナレーターと表記されている。便宜上、映画版で主人公が朗読する古本に書かれている人物の名を、とってジャックと呼ぶ場合がある。映画ではサブリミナルで、タイラーのイメージが挿入されている部分がある。 これらは、主人公がタイラーに出会う前、オフィスや空港での日常シーンで不意に、数コマタイラーの姿が挿入されたり、よく見ると主人公とすれ違う人物の中に、タイラーがいる。ホテルの CM 中に勢ぞろいした従業員の中に、タイラーがいる。といった具合である。また、この映画の根底に流れる、男性性に、ダメ押しをするかのように、ラストシーンに、ほんの数コマだがペニスが映っている。 ブルーレイ版では公開当時や DVD 版で規制の問題でカットされていたサブリミナルカットが復活しておりラストシーンのペニスのコマが無修正で収録されているこの映画の舞台はアメリカのどこにでもありそうな大都市の一つであるが具体的にウィルミントンではないかと指摘する声もあるウィルミントンは多くの大資本とりわけクレジットカード会社などが本拠を置く 金融都市である。映画中に登場する郵便番号は、ウィルミントンのものであり、劇中で言及される、ニューキャッスル、デラウェアシティ、ペンズグローブといった街は、ウィルミントンの近くにある。主人公の住むコンドミニアムに書いてあるモットー、A place to be somebody は、ウィルミントン氏のモットーと同じである。またラスト近くに出てくる街路の名もウィルミントンに、実在する。 映画制作にあたり、ウィルミントンでのロケが意図されていたが、市当局は模倣犯が出るのを恐れ撮影を拒絶した。このためほとんどのシーンは、ロサンゼルスとその近郊で撮られている。小説版との違いは多い。小説の膨大なセリフは、映画版では発言の主が、タイラー他数人の登場人物に変更されている。また小説版では、主人公とタイラーとの出会いの場が、 ヌーディストビーチである点小説版では主人公は将来計画に積極的に関わっており阻害されている描写はないなどの違いがある。飛行機の中や借家のキッチンの場面でタイラーの口から語られる手製爆弾の製法を説明するセリフも原作とは変更されている。またロバート・ポールセンが騒乱計画の途中殺された経緯も変更されている。 小説版では ATM にドリルで穴を開けて中身をドロドロしたもので満たそうとしていたところ巡回中の警官に見つかり充電式電動ドリルを銃と誤認されて射殺されたというものである。騒乱計画の目的について映画版では主人公が推測するだけであるが究極的な目的は小説版では描かれている。これは 新しい暗黒時代を作り出すことで人類の技術の進歩を遅らせることにある。また、主人公が属するジェネレーション X の不満を代表して行う歴史の消去も計画の目的の一つである。ビルを爆破する目的は小説版ではビルを横倒しにして隣にある国立美術館を押しつぶすことにある。2001年の9.11アメリカ同時多発テロを 欧米先進国の資本主義社会、グローバリズムにあえぐ市民の立場から予見した作品。実際、同時多発テロ直後の実行犯が特定されていない段階においてのマスコミの論調でも、反グローバリズム活動家とイスラム過激派、双方の犯行の可能性が語られていた。アメリカでは反響を呼び、あまり注目されていなかった。 小説版とその作家に脚光が当たるきっかけになった。評論家からはあまりにも暴力的だと非難された上、公開当初は制作品を回収できず、フォックス重役が何人も解雇される事態となった。ロジャー・イーバートはこの映画をマッチョポルノと評している。2012年現在では IMDb でベスト20位台をキープしている。2008年に英国最大の映画雑誌、 エンパイアが読者1万人、ハリウッドの映画関係者150人、映画評論家50人を対象に過去最高の映画に関するアンケート調査を行い、歴代最高の映画ランキング500を発表した。その結果、ファイトクラブが10位にランクインした。また、同年に同氏が最高の映画キャラクター100人の調査を行ったところ、1位はファイトクラブで、 ブラッド・ピットが演じたタイラー・ダーレンだった。ありがとうございます。